여러분 안녕하십니까. 먼저 반가운 소식 전해드리겠습니다. 嬉しいお知らせを まずお伝えします。 한양대학교の研修がね、 これで 4クラス 最高 決定 というのが 昨夜のね、 夜の10時半ぐらいに 連絡が来ました。 今のところは 26人、 本当はね、 30人になれば 4クラス というのが募集の 最初のお約束なんですけども、 26人でも 4クラス再考してくださいます。 いやー、この辺やっぱり半ニャン帝発狂いいですね。 大変ね、良心的にしてくださいます。 26人で4クラスということは、 1クラス7人、 ないし6人。 で、もう募集はね、 26日金曜日までしますので、 32人まで募集ですので、 32人集まったとしても 1クラス8人。 もちろんクラスの、その構成によって若干ね、人数の増減はありますけども、平均1クラス8人ですからね、ちょうどいいんじゃないかなと思いますね。そして、今週金曜日まで、明日、明後日まで募集しますので、もう少し増えるかなと、そんな感じですね。できれば32人で行きたいところです。本当にね、今回はね、もうもしかしたらダメじゃないかなって、もう本当に心配したんです。 っていうのはね、 6月の25日に募集開始で、私のね、メールの記録を見るとね、 7月の5日に私が連絡したんですね、旅行会社に。そうするとね、今6人ですって言われたんです。これはやばいと思ってね。で、日韓情勢、こう私はこう思うっていうふうな動画を上げて、これが7月の9日。それからもう一つ最近のね、 今すべきことはっていうのが、日本、その今の日韓情勢に関して私たちの思い、私の思いとしなければならないことはこれだっていう、そういう動画を上げて、まあその動画が効果があったのかどうかは、正直わからないんですけども、とにかくね、ここに来て一気にぐっとその人数が増えたというのは大変嬉しいことです。まだ32人まで。 できるだけね、一人でも多く仲間を増やして、で、みんなで元気よく楽しく、ハニャンで勉強して、と思ってます。日々、まあ変なニュースに接しながら、心が揺れたりもするんでしょうけど、こちらね、ブレずにピシッとね、やるべきことはこうだっていうことをね、見極めて、そしてお仲間と一緒に、支え合いながら行けるっていうのはね、本当にね、心強いですね。今からね、もうブレませんよ。 どんなニュースに接してもね、やるべきことはピシッと、これだっていうことを、芯が通ってるからね、勉強しやすいんじゃないかなと思います。ミレ合宿も27、8やります。もう今ね、準備が佳境で、毎日大変忙しい思いをしてるんですけども、準備も楽しいです。本番もっと楽しいです。もし時間がうまく合いましたら、まだね、席大丈夫です。 まあこちらもね、20何人だっけ、集まってますけども、楽しくたくさん活動しながらやりますので、ぜひ皆さんこちらもいらしてください。それでは韓国の勉強始めましょう。